2023年シーズン、ハイクオリティスタートした先発に、白星がつく確率。中日ドラゴンズ、30%。先発があまりにかわいそうだよな。ハイクオリティスタートが少ないっていうのもあるけど、すごいねこれ。うち、そんなに確率いるか。こっぱ。ひどすぎ。ハイクオリティスタートしたら、全部白星になるとしたら、69勝50敗か。シーズン1位だろうな。ロサンゼルスドジャース、ハイクオリティスタート時勝率 83%。大正義すぎる。なんで五分五分なんだよ、おかしいやろ。その割に、リードして7回迎えると勝率が高いらしいのでやはり打線。他球団レベルで取ってたら、まだ3位は狙えた気がする。巨人は中継ぎ、中日は打線か。中日半分以下っていう。当初は得点がなくて先発投手がかわいそう、って思っていたけど、いくら援護点がなくても、失点しなきゃ負けないのに、ってモードに変わってきた。もちろん野手のエラー絡みで、失点での負けは相変わらずかわいそうな思いだが。これ、勝率自体はどんなもんなんだろ。読売は本当なら 72% くらい。お前さんたちと、ゴミ打線のせいでこれなんよな。横浜こんなについてるイメージないわ。意外に阪神低いんやな。全然打てないのにハイクオリティスタートすれば勝てるんやな、意外ですわ。東京、先発がキャスワローズ。え？さすがにグロすぎんだろ。お前さんたちさ、しょうもねえ。本当にしょうもねえ。やばすぎんだろ、先発投手の墓場じゃねえか。柳、小笠原、和久井、ヒロト、もっと勝てるピッチャーなのに。辛い。なんてブラックなチームなんだろう。柳、一緒や、抑えても。